もうこれは赤ぶつけに行こうと思う。着いた瞬間、謎の頭痛が治ったんですよ。それ絶対ネットニュースになりますよ。総額いくらですかっていう。すごいですよね。壁紙あれ貼り替えたんですね。こんにちは、エディターの岡部です。今月もこちらのスペシャルゲストの方に来ていただいています。中里依紗さんです。こんにちは。もう5回目になりましたが、はい、相変わらずスペシャルゲストでございます。ありがとうございます。今日ちょっとすごくないですね、ヘアメイク。今日はもうすごいですよ。二次元の世界から飛び出てきたみたいな髪の毛。そしてこのお洋服とのバランス。そう、すごい可愛いスカート履いてます。素敵です。cool.jp で毎月一つの色にフォーカスしたファッションストーリーを撮影してるんですが、今回は赤ですよと。もう赤です、赤しかないですよね。これはもうね、中さんが髪の毛赤くしたぞっていうので、もうこれは赤ぶつけに行こうと思ってニュースで見られました。そう、見ました。ニュースで知りましたよね、はい、大概の人がそれです。すごい素朴な疑問なんですけど、はい、またなんで突然赤に？なんで突然赤？いや、赤がすごい好きだし、赤くしたいなってずっと思ってたんで、そうなんです。めちゃくちゃお似合いだし、キャラクターともぴったりなんですけど、お仕事とか大丈夫なのかなと思っちゃって。あ、うん。そのあたりはちゃんとバランス取りつつ、はい、素晴らしいです。そしてその赤い髪の毛と同じくLA に行っている様子も SNS で、はい、いろいろ投稿されてて楽しそう。いやー、すごい前回かな、まあ、一番最初か言ってたんですけど、その海外に行きたいなって、はい、それを速攻実現しました。素晴らしい、有言実行。そうですよ、もう即行動なんで、あ、行けるかなと思った瞬間に行くぞってなって。おそらくですけど、かなり久しぶりの海外ですよね。そうです、もう3年以上はそう経ってましたね。コロナ以降行けてないと考えるとそのぐらい経ちますよね。はい、いかがでしたか？いや、もう久々の海外最高でしたね。なんかやっぱり空気がもうまず違うし、 LA は特に違いますよね。違うし、やっぱり日本がすごく湿度が高かったから着いた瞬間、謎の頭痛が治ったんですよ。なんでしょうね、それ湿度だけの問題かな、なんか日本のいろいろとすごい息苦しいものが取れて、なんか治ったみたいな、湿度がカラッとしてあれみたいな、体が軽いみたいな感じでした。で、今月はですね、ファッション撮影の方で着用いただいたのがロエベのドレスなんですが、すごくないですあれ。スタイリストの浜本さんの最初資料で提案いただいた時に、まあ、いくつか候補をいただいてたんですけど、はい、このロエベのドレスが可愛くて絶対これと思って。いや、ロエベすごいですよね。すごい、もうジョナサンもあっぱれ。なんだろう、ホラーじゃないけどちょっとなんかハロウィンじゃないけど。わかります、わかります。なんかもうちょっとアートの域にもう達してますよね。達してて、だけど着ると普通に着れるんですよ。そう、写真で見るととんでもなかった。着るとやっぱさすがだなと思いました。もう綺麗なドレス、まあ、もちろん仕立てだったりシルエットの作り方は綺麗だけど、ただもうここのインパクトすごいからすごい、あれをね着こなせるのはね、なかなかの苦労ですよ。いやー、でもあれをさらっと舞台挨拶で着たいなと思いました。着てほしい。映画とかの全く何も関係ない映画でさらっとあれを着ていやー、登場したいなと思いましたね。着てほしい。それ絶対ネットニュースになりますよ。すごいドレスを着てきたっつってって作品と関係ありますかっていうやつ。ね、中さんはね、ぜひそういうことをやっていってほしいんですよ。もちろんドラマとか、ね、作品の中は別ですけど、公の場ではもうどんどんもうかっ飛ばしていただきたい。毎回ハロウィンみたいなコスプレみたいな感じで素晴らしい、はい、楽しみにしてます。はい、こちらのシュプール TV の方ではですね、毎月ファッションアイテムにフォーカスしてお話をしてきたんですけれども、はい、今回ご紹介するのがね、こちらなんですが、ファッションだっつってんのに洋服じゃねえじゃんっていう、身につけるものじゃねえじゃんっていう、はい、なんと言ったらいいんでしょう、ガラスのなんか容器、オブジェ、何かガラスのサムシング、うん、なんとディオールでございます。わー、すごいですね。こんなの作ってるんだっていう、こんなの作ってるんですけど、ドレスとバージャケットだけじゃないですよと。このフルーツもそうなんです、ね、これね超可愛いですね。一個一個やっぱ違いますね、形が違うんですよ、ね、これはディオールの中でもディオールメゾンっていってホームコレクションみたいな感じなので、まあ、こういったガラスのオブジェもあるし、お皿もあるし、マグカップもあるし、フォークとナイフもあるんですよ。すごい、それで食事した際はやばくないですか？総額いくらですかっていう。すごいですよね、はい、セレブでちょうどね、先月、銀座6のハウス・オブ・ディオール銀座っていう、お店があるんですけど、そこがリニューアルして、そういうなんか一部のお店だけで取り扱ってるので、どこでも売ってるわけじゃないんですけど、そのディオールの世界観をね、お家でもぜひ堪能してくださいというラインでございます。すごい、これは触るのが怖いぐらいの繊細な。このガラス細工。このキウイの種とかドラゴンフルーツの中のところまで全部この全部本当ですね、一個一個。しかもここもちょんってしたらパキっていきそうだからすごい怖いけど すごく綺麗。もし中さん、これお家にあったら何入れます？私でもカラーゴム髪留めのカラーな、なんかそういうのでなんか化粧台とかにもう置けそうですよね。確かに何入れるんだろうと思った時に、なんかボンボニエールみたいにキャンディーとかかなと思ったんだけど、汚れたら洗うの大変そうだし、あとなんか小物ジュエリーとか入れようかなと思っても硬いもの入れたら傷つくよなと思ったけど、なんかゴムとかカラーゴムいい、しかもこの日間口の広さ取りやすそうですしね。しかも可愛いし見ててもカラフルでちょっといいアイデアなんじゃないですか。だからなんか女性はすごく使い勝手いっぱいあると思います。なんかコットン入れたり、ね、確かに綿棒とか。おしゃれ。なんかすごいお化粧の周りにこう置けそうな。そうですね、化粧台鏡面台に置いておきたいですよね。すごい可愛い。いや、なぜこれを今回持ってきたかというと、僕の個人的な話なんですけど、ずっとこうインテリアに興味があるんですよ。インテリアは本当に年を重ねるごとに興味が出てきますね。ですよね。で、僕は今まで本当に衣食住のうちもう意に振り切って、もう洋服だけに振り切って生きてきたので、その反動からかなんかちょっとお家が殺風景でなんか気になりだして。と彩りが欲しいなと思っていろいろ探してたんですけど、その中でこれを見つけてしまったと。中さん、インテリアに関して何かこだわりとかありますか？いや、私の YouTube を見ていただければわかると思うんですけども、もうあんな感じですね。ガッチャガチャでカラフルな感じで、カラフルでキャラクターも好きだけどカラフルなソファーだったり。貼り地がしてあったりとか、壁紙ももちろん大好きだし。壁紙あれ貼り替えたんですね。貼り替えました。全部白を一切なくしました。白いところをゼロです。マキシマリストですよ。もうだから普段着てらっしゃる私服だったりとかの世界観がもうインテリアも全部徹底されてるってことですね。そうなんです。全部取り替えれるところはすべて。ドアを変えたかったんですけど本当はだけどそれは無理って言われました。それはさすがにちょっと厳しそうですよね。あと床も全部剥がしてやりたかったんですけどそれはさすがに無理って言われてそこだけはちょっと、いろいろと厳しそうだし、あとなんか大変そう。普通にそうですね。だけどやっぱり壁紙ぐらいは自分のこう色でいたいなっていうので、そう結構もう白をなくしているんですけど、やっぱり白いところに行くとちょっと怖いですもんね。今ちょっとすごい今ねこの連載始まって以来初の白彫りすみません、ちょっと今怖がらせてるから緊張して私がすごく目立ってていいですね。色が引き立つように今日は、それが僕は今すごい殺風景な部屋に住んでて壁も白いし、こんな部屋で過ごしていいのか32歳の独身男性と思って、壁紙とか変えたいんですけど飽きたら嫌だなと思って勇気が出ないんですよね。そっか。でも一面だけ変えてみるとかアクセントボールね、でそれでなんかこっちにもう一回どんどん広げていくみたいな。あ、そうですね。まず一面から挑戦してみて、あ、いいかもと思ったらちちょっとね、中さんのインテリア参考にしながら真っ白な殺風景の部屋を。いや私は参考にならないです、あそこの家は。真似はできないけど、ヒントぐらいなら得られるかしらと思って、ちょっとずつ部屋に彩りを取り入れていきたいと思います。はいということで、今月も中里依紗さんをお迎えしてお届けしました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。ではまた。